山本正人、山崎たけしの山々話。今年は新人王を占いましょうというね、お話なんですけども、まあ新人王どうですか、あのジャイの方はなんか新人王のイメージ。まあ、僕らの年代はやっぱりね、今の立浪監督が新人王を取った、それはまさに僕の1個下の選手がね、まだ2軍でやってる時にもうすぐ新人王を取ったっていうのはやっぱりすごいなと思ったっていうのもありますし、あとはやっぱり、まあ、いなくなっちゃったけど京田、実は新人王だな、新人王なんだそういうとこもあるんだけど、僕はね、あの90年と91年って与田森田が連続で最多勝なんだけど、あの新人王なんだけど、これ2人同級生なんですよ。あ、森田さん同級生、一緒なのよ。あ、そうか、ね、だから、これね、最近の、まあ、ドラゴンズの立浪監督からの新人王を見ると、やっぱドラフト1位2位なんだよね、みんなね。あ、そうか、京田が2位で、あとはみんな1位じゃないですか。森田だけ5位なの。そう考えるとね、これもまただって森田さんってね、あの時初めノーマークでしたもんね。ノーマーク投げてみたらどん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 抑えちゃってみたいな、早いし、ね、そんな感じだったんですもんね。森田さん何やってんのかな今、やってるかな、ね、元気かな森田さんね、ね、本当に。まあまあそんな中でね、新人王です。なんでこんなお題になったかっていうと、おそらくドラゴンズ選手絡んでるよね。そうだよね、多分ね、ほら当然これね、今あるけども、もうバリッバリの今これ新人王、規定打席足りてますからね、福永、ね、規定打席足りちゃってるんですよね、これね。いや、だってドラフトのね7位で、しかも全体最後の指名の選手が新人王って夢あるよね。そう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 、ありますよね。ただね、これ今ね、候補が3人、もうこの絞ればこの候補3人に多分決まっちゃうと思うんだけども、タイガースの村上投手、これは来てるよな。でも村上の場合は、まあこれ僕野手的な考え言わせてもらうと、ちょっとへたると思うんですよ。あ、なるほどね、ちょっとへたると思うんですよ。だから、その福永もやっぱりへたると思うんですけど、まあ、みんなやっぱりね、経験がないからへたってくると思うんですけど、この落ち幅がもしなかったら村上結構筆頭だと思う、本命だと僕は思います、ね、村上が今本命、本命だと思います。まあ、あのね、これ実はバッターの3割とピッチャーの2桁ってやっぱどっちが大変だろう、人数的にはピッチャーの2桁の方が、いやー今はやっぱり2桁勝利の方が価値高いかもしれないね。まあでもその秋広で今はちょっとこういい感じになってきて、まあ今現時点で3割3分ホームラン2本、打点12、それでおそらくもうすぐ中田翔選手帰ってくるんですよ、帰ってきても多分出続ける。そうですよね、左も結構打ってるってことで、先ほどジャイが言ったように落ち幅がこれ少なくてね、規定に行って3割打ってたら一発逆転あるよね。 やっぱジャイアンツですからね。 あとはやっぱり決定的な違いが、優勝争いか、それで最下位か、もうこれまさにこれでだいぶだいぶ来ちゃってるよね。ちょっと待って、それ言っちゃうの今。いやだって記者投票だからさ、最下位のチームに入れないよね。あ、それどうしよう、だって、まあ、それは全部が全部すごくこう研究して投票する人ばっかりじゃないので、どうしようかな。じゃあ例えばタイガース上位してこのままでいったら優勝しちゃうんで、優勝チームかドラゴンズはもし最下位だったら、いやそれはやっぱり貢献度村上だよねってなるとちょっと不利なところがあるんだけど、まあまだ100試合ありますから、まだまだ全然なんだよ。これお題にするには早いよ。早いんだよ。この中で今2桁と3割ってことがね、もし等しかったらね、これ候補として、あの同じぐらいどっこい の、はい、その選考の、基準だとしたら、村上の2桁って十分あるもんね。まあ今なおの話をさせてもらうと、この3人をやったら本命村上、対抗福永ですよね。まあ秋広君がね、まあ、最後だけど、ただ秋広選手も十分チャンス、伸びしろありますよね。うん、いや、あの彼やっぱり背が大きいで2メートルあるじゃないですか、体がもう少しこうできてこないといかんかなっていうのは少しある、まだまだあの子供の体してるんで、ね、2メーターほどあるけど、あれでもう少し体がガチッとしてくるといい選手になるなっていうね。まあまあでも、もうこれ3人ともね、もう来年の新人王の候補の資格も全くなくなっちゃった、はい、ね、今年取るしかないから。そう考えても新人王ってやっぱ一生に一回だから大変だね。ね、全く縁がなかったから。あ、俺が、ね、まあ、俺ね5年目ね、5年目がギリギリボーダーなんですよ。
権利あったんですよ。最後5年目5勝したでしょ、うん、1票入ってた1票、はい、その年は誰が新人王だったんですか。立浪さんです。あ、その時に立浪監督の新人王の時って試合全試合出たんですよね確か、まあ、ほとんどほぼ、うん、で打率は220か30ぐらいだったんですよね、うん、今だったらなかなか取れないですよね。いやそれはね、あれがね、また星野さんがね、あの人がね、狡猾というかね、うん、シーズン終わって新聞記者の前で言ったんですよ、うん、優勝して高卒ルーキーがね、うん、こんだけフルで出て頑張ったのに俺に投票しないやつは野球知らんやつやって記者まで脅してたんです、ね、脅してたんです、ね、まあ脅したんじゃないの、僕らも脅されたけど記者も脅されたんですね。脅したんじゃないその話がバーンってニュースになって あ、そうなんだ。その辺がさすがなんだよね。あ、でもそれ、いや、優勝がついてきたっていうのは大きかったですね。そう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 、はいはい、それを知らん、野球知らんやつやって言ったのもすごくでかかったよ多分。そうですか、はい、まあ、その辺が ね、はい、まあ、パリーグなんですけど、うん、僕ね、まあ、実はパリーグの解説させてもらってるんですけど、うん、全然分かんない正直言って。あ、まあそのね、宇田川なんて去年からちょろっとこう、まだイニングがね、後半ね、うん、足んなかったからやっておーって思うんですけど、うん、山下ってどんな選手なんですか。僕全然ちょっと知らない。僕ね、たまたまね、こうスポルティーバーとかで毎年ほら高校生の評価してるでしょ、うんうん、やりますよね、うん、あれをやってるんだけど、うん、一応3年前に、高橋宏人が大学進学って打ち出してる時に、うん、ちょうどその評価をやったので、僕じゃあドラフト1位で取んなら山下っていう風に、福岡大大堀のね、カーブがすごかったの高校時代。縦割れなんですか。縦割れ、もうめちゃくちゃ縦ドロップ系ってことですね、うん、僕ね、小さい変化、スライダー系のピッチャーってね、そんなに好きじゃない、うん、どっちかっていうとフォークが大きい、カーブが大きい、うん、ってことはカーブが大きいってことは将来的にフォーク投げれば落ちる、絶対に、なんで、だいたいフォークいいピッチャーってね、カーブがいいんだよね。逆にカーブのいいピッチャーってフォークが落差があるんで、そう考えると、あ、このピッチャー将来すごそうだなと思ったら、もう頭角表してきてね、もうすぐローテーション、今入って3勝0敗防御率1点台と。まあ、ここはね、ただ今ね、ここにね、スタッフからね、候補出してもらってるんですけど、ね、今活躍してるのオリックス、全員3人とも、こう考えていくと、やっぱスカウト陣の票ね、勝利かな、これ3人も候補、しかも茶野選手ってね、うん、育成なんですよ、うん、育成から上がってきて、番号もらってすぐこの活躍。うん、育成からこうスーパースターにのし上がってる選手結構多いから、千賀だってそうですよね、甲斐もそうだし、ね、それこそオリックスじゃなくてソフトバンクの牧原君とか、ね、ソフトバンクはやっぱり主流ですよね。ソフトバンクはね、やっぱ三軍制引いてて、ソフトバンクの三軍ってね、やっぱ話聞くとね、もう三軍はもう全部バス、福岡からそうよ、三軍の選手バス、ほんでこの前来たんだって、ソフトバンクの。ああ、来てたらしいですね。3軍バス。聞いた聞いた。3軍に2試合完敗したみたいな、ドラゴンズの2軍練習試合。ドラゴンズの2軍何やっとんだ、おい。大丈夫か。でもね、一つたまんないのコーチだよね。かや。引率では必ず一緒に来るわけだから。そういう出身の子たちがね、上に上がって新人王争いしてくれるっていうのは、非常に夢があるし。うんうん、まあでも、そう思うと今年もその新人王争いって盛りだくさんでね、うん、まあでもね、我がドラゴンズから一人今ね候補が上がってるっていうのは楽しみなんで、まあ、なんとかでも3割ね、一、ね、シーズン完走して3割打ったら十二分にチャンスあるんでね、すごいことだと思いますね。いや、普段頑張ってほしいしね、はい、頑張ってほしいです。はい、はい、山山話、次回は一体どんなマル秘エピソードが飛び出すのか、こうご期待。そして山山話では、山本雅人、山崎武史に聞きたいトークテーマを募集しています。アットマークドラホットプラスをフォローして、ハッシュタグ山山話トークテーマをつけてツイートしてください。採用された方には2人のサイン入りオリジナルステッカーをプレゼントします。チャンネル登録もお願いしますよ。